トラベラーチャンネル。こんにちは、ジェイスキーのトビタです。今回はベトナムのダナンについてお話ししていきたいと思います。今ダナンは非常に人気が出ておりまして、というのもですね、つい最近将棋の藤井聡太さんがですね、ベトナムのダナンで対局をしたということで、非常に注目されているリゾートになります。今回はですね、基本情報からダナンの位置とか見るべき場所などをご紹介していきたいと思います。まずですね、ベトナムの基本情報としまして、時差はですね、マイナス2時間になります。なのでこっちが12時の時はベトナムは10時になります。で、今度ダナンのベストシーズンになるんですけれども、ベストシーズンはですね、一応2月から9月というふうに言われておりまして、ただダナンはですね、2月ぐらいに行ってもちょっと海に入るには肌寒いので、海に入りたいなら、5月ぐらいからの方がいいかもしれないですね。5から9月ぐらいがちょうどいいかもしれないです。それ以外は雨季になって雨が結構降りますので、ダナン行くならですね、夏の時期に狙っていくといいんじゃないかなというふうに思います。で、アクセスの方法なんですけれども、一応ダナンの位置まず確認しておきましょう。地図上でいくとこの縦長の国になるんですけれども、首都のハノイで最大の都市ホーチミンが下にあって、ダナンはですね、ここになります。このフエホイアンの間にあるですね、それがダナンで、ちょうど中間に位置するんですけれども、直行便はですね、東京の成田から飛んでおりまして、直行便に行くと約6時間で、直行便が飛んでない都市、例えば大阪、名古屋なんかは、ハノイかホーチミンを経由していく形になるんですけれども、経由して約9時間といったところです。なので大体、1日移動で潰れてしまうかなというところですね。で、あと通貨なんですけれども、ベトナムはですね、ベトナムドンと、あとドルが使えます。ベトナムドンはですね、桁数が非常に大きいので、計算がすごく大変なんですけれども、一応ベトナムドンの計算の仕方としてはですね、0を2つ取って割る2っていうふうに覚えておくといいと思います。なので1万ドンは50円ですねっていうような感じであります。1万ドン、0を2つ取ると100ですよね。で、割る2すると50ということで、0を2つ取って割る2っていうふうに考えておくと、計算分かりやすいかなと思います。で、言語はですね、ベトナム語になります。ただ英語も結構使えますので、英語かベトナム語というふうに覚えておいてください。ということでですね、このダナンについてさらに深掘りしていきたいと思います。はい、ダナンの、マップ、ちょっと、広角のマップになるんですけども、こんな感じになるんですね。で、ここがソンチャ半島になりまして、で、この川があって、空港はこの川の西側になります。で、東側のところにリゾートがあるような感じですね。で、島じゃないんですよ、リゾートと言いつつも。なので、基本的に、この海沿いのところにホテルを取ると、海が見えるっていうような形になっております。で、市内の中心部はこっちの方になるので、空港の方側ですね。なので便利なところはこの空港側、川の西側の方が便利になります。なので、用途によって選ぶといいんですけれども、便利な動きやすいところがいいっていうふうだったらこっち側、リゾートでゆっくりしたいならこっち側っていうふうに考えておくといいと思います。で、ダナンはですね、さっき言ったハノイ、ホーチミン、首都のハノイと最大の都市ホーチミンに次ぐ第3の都市になりますので、結構街としても大きいんですよね。なのでこの辺がその街の中心地になるんですけれども、結構観光地もありますし、街としても大きくて買い物とかも豊富にできるので、リゾートでありながら街も十分堪能できるっていうので、非常に便利な都市になっております。で、このソンチャ半島の方に1個だけこのインターコンチネンタルダナンサンペニンシュラリゾートっていうところがあるんですけれども、ここに泊まるとですね、本当にこの、ここにしかホテルがないので非常にプライベート感が高いところになってます。ただちょっと街中出るには若干不便にはなるんですけれども、買い物とか特にせずにのんびりゆっくり過ごしたいっていう方はここインターコンチネンタル選ぶといいんじゃないかなと思います。で、次ですね、このさらに広角、さらに近づいた地図なんですけど、さっきの川がこれですね、ここになりまして、で、西側、東側、ビーチ沿いで便利なところで、ここが空港っていう感じですね。中心地、街の中心地、空港っていう感じになります。
リゾートも別に泊まってて不便ってわけじゃなくて、ちょっと車で行けばすぐ行けるので、歩いてだとちょっと厳しいですけど、まあ、車で街中行こうと思ったら簡単に出れますし、空港も結構街中とかリゾートに近いんで、まあ、着いてから長いこと車乗ってリゾートまで行かないといけないってことはありませんので、まあ、そういう意味でも非常にダナンは便利なところですよね。で、まあ、観光地としてはここにドラゴンブリッジっていうふうにあるんですけれども、これがですね、まあ、ロン橋っていうふうに言われてまして、まあ、竜の橋ですね。で、土日とかになると、火とか水とか吹いたりしますし、結構、まあ、見ていただくと分かる通り非常に、まあ、がっつり竜の橋になっているので、まあ、これを見ていただくのは結構面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、その特徴的な橋はここなんですけれども、ここ3つ橋があるので、まあ、ここはですね、夜ライトアップされて非常に綺麗ですので、夜この川沿い行くのも結構いいと思いますね。で、あとは、ダナン大聖堂っていうのがありまして、まあ、ダナン大聖堂なんですけど、ピンク色した、教会なんですね。なので、そこも一つ観光地として有名ですね。で、あとは、この半市場、本市場って言って、市場が結構ありますので、結構まあ、お値打ちに買い物とかできますし、オーダーメイドで草履とか作ってくれたりしますので、まあ、こういう市場行って、いろいろお買い物するのもいいと思います。で、まあ、主要な買い物は、ビッグシーっていう、まあ、東南アジアにはよくあるスーパーマーケットというか、大きなデパートがありますので、まあ、大型デパートもあり、市場もあり、観光地もいくつかあり、で、ちょっと、この下の方になりますけど、1個前のやつに載ってましたけど、マーブルマウンテンですね。ここ藤井聡太さんも観光してましたけれども、まあ、大理石の山なんですよね。なので、まあ、このマーブルマウンテンも一つ観光地になっています。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、このミーケービーチっていうところが一番メインのビーチになってるんですけれども、まあ、ここでですね、ちょっとビーチのことについて一つだけ言っておきたいことがあるんですけれども、実際ダナンのビーチはですね、お世辞にも綺麗ではないです。まあ、こうなんていうんですかね、汚いわけじゃないんですけれども、まあ、青いエメラルド色のこうハワイとかグアムみたいな海っていうわけではないので、まあ、そこだけはしっかりと理解しておいてもらって、ただ、まあ、海沿いで、まあ、眺める海としてはいいんですよ。こう入る海っていうよりかは眺める海になります。で、次はですね、ちょっとダナンの郊外についてお話ししたいんですけれども、このダナンはですね、さっき言ったように第3の都市でリゾートでありながら、街としても非常にですね、まあ、発展しているっていう話したんですけれども、何よりもですね、このダナンっていう場所、ここがですね、3つの世界遺産に囲まれてるんですね。で、1つがこの上の方にあるフエ。で、もう1つがこのダナンからすぐ下にある、ここですね、ホイアン。で、あとは、まあ、ちょっと名前は載ってないんですけど、ミーソン遺跡という遺跡があるんですけど、それが全部世界遺産に登録されております。なので、世界遺産3つに囲まれた、有数の、リゾートシティで、さらに、まあ、町としても非常に発展しているということで、まあ、非常にですね、世界的にも稀なリゾートになっています。なんで、観光あり、リゾートあり、お買い物できてっていうことで、非常にですね、まあ、多様性がある街なんですね。で、まあ、その、郊外の観光地に関してなんですけれども、まず、ダナンに行って絶対外せないのは、ホイアン、ここですね。これは本当に、ダナンに行ったら必ず行っていただきたいと思う。なんでかっていうと、まあ、ここがですね、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、ランタンが有名なんですよね。で、夜になると、まあ、ランタンに火が灯って、すごくノスタルジックな雰囲気で、めちゃくちゃいい感じ。まあ、写真で見ていただくと一目瞭然なんですけれども、非常にですね、まあ、街としてもコンパクトで歩きやすいし、そして、まあ、どこを撮っても、どこを切り取っても、絵になるっていうようなところがホイアンになってます。そして、街がですね、全部建物が黄色く統一されて塗られているので、まあ、そういうのもすごく見てて、雰囲気がいいなっていうふうに思いますね。まあ、このホイアンはですね、絶対にダナン行った時は、訪れてほしいところですね。だいたいダナンから車で2、30分ぐらいでアクセスできますので、まあ、できればですね、夕方、まあ、昼過ぎとか夕方ぐらいから行くとちょうどランタンに火が灯って、いい感じの雰囲気のホイアンが見れるんじゃないかなというふうに思います。で、ミーソン遺跡はですね、まあ、ベトナム戦争の時に結構爆撃を受けてかなり傷ついてしまったんですけれども、まあ、それがまたラピュタみたいな、そんな感じの、
見え方をするっていうので、まあ、話題な世界遺産ですね。で、まあ、さっきのホイアンとミーソン遺跡を半日半日で分けて、それぞれ午前中はミーソン遺跡で、午後はホイアンみたいな、そういう観光もできますので、まあ、1日かけ1日あれば十分この2箇所の、世界遺産を見て回ることができます。でさらに、このフエっていうのはですね、古都ですね、まあ、日本で言ったら京都みたいなところなんですけれども、フエは昔都があったところですので、王様のお家だったりとかお墓っていうのが、まあ、このフエにはあります。で結構町としては大きいので、まあ、都でしたし、でダナンからアクセスしようと思うと車で大体2時間ぐらいかかったりするんですよね。なので行って帰ってきて、まあ、日帰りで行くことはできるんですけれども、まあ、ほぼ1日かかりになるので、まあ、船行くときは、まあ、1日しっかり開けて、まあ、ガイドさんつけて観光で、行くといいんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、この、船とミーソン遺跡とホイアン全部回ろうと思ったら、まあ、2日間あれば全部一応見ることはできます。そしてもう一つ最近話題になっているのがこのバナヒルズっていうところなんですけれども、ロープウェイで上がっていって、フランス統治時代の、まあ、建物だったりだとか、あと巨大な手が支えている橋とか、まあそういうのが見れるのがこのバナヒルズなので、結構最近行かれる方は多いですね。ダナンは周りに観光地がたくさんあるので、まあ本当にゆっくりのんびり過ごしてもいいですし、まあ1日ないし2日、あったらちょっとその郊外の観光に出るっていうのもありなんじゃないかなというふうに思いますし、もちろん、まあ、ダナンさっき行くときはハノイとかホーチミンを経由していくって言ったんですけれども、まあ、行きもしくは帰りにですね、ハノイとかホーチミンを経由するときにですね、まあ、泊まって観光するなんてこともできますので、まあ、非常にですね、まあ、観光するにあたっては、まあ、便利なところになっております。ということでですね、今回はダナンの紹介になりますので、ぜひですね、皆さん、まあ、夏の時期、このダナン、考えてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画が役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。